うわこれ美味しい。すりおろしが効いてますね。あ、はい、これは効いてます本当に。12時間煮込んだ旨味、追いレモンで風味豊かに。新しくなったキリン特製レモンサワーです。本当レモン好きなんでね、このコマーシャル来てよかったなと本当に私レモンの輪切りでいつも、もう 何かっつうと輪切りで飲んでますんでね、これを今日はですね、実は内村さん実際に体験していただきながら、はい、体で知っていただきたいなと思っております。田山さん、ビールだけじゃなくてレモンサワーも味覚決めてらっしゃるんですか？もちろんです。何でもやってますアルコール類ほとんどですか？そうですね、アルコール酎ハイ、マジっすか？やってますね、はい、タモさんとかツミさんが飲んでるやつもあ、そうですか。はい、氷結とかもやってるんですか？はい。マジっすか？はい麹レモンサワーもやってるんですか？あ、やってるんです。田山さんはい、果実をですね長時間、煮込んでおりまして、この旨味をこうギュッと凝縮している、これが一つ目のこだわりになります。それで二つ目ですね、二つ目はレモンを皮ごとすりおろして低温熟成させた、我々丸ごとすりおろしレモンエキスというふうに言ってますけど、果肉だけじゃないんですか？はい、皮も、はい、皮も一緒にっていうところが非常に大きなポイントで、三つ目のポイントですね、この味わいの異なるこの複数の追いレモン果汁ですね、これを加えている点です。昨年までももちろん追いレモン果汁使っておりましたけれども、今回はこれもまたにですね、皮ごと絞った別の果汁これをさらに追加して進化させております。レモン尽くしでございます。はい、ちょっと信じられなかったですね、本当に手間暇かかってるという、あとプラス皮まで使ってるっていうところは今回のね新しいところじゃないかなと思います。それをちょっと実際、はい、召し上がることあると思います。果実に熱を加えて作るのがジャムなんですね、そうすることで風味は少し変わってきます。まあギュッと凝縮されてですね、さらにこう旨味が増してるんですね、これをヒントに、長時間果実を煮込むことでこうギュッと凝縮された旨味ですね、これはお酒のベースにすると新しい美味しさができるんじゃないかなというふうに考えました。エプロンをつけて普段こうプライベートでお料理されることってあるんですか？いやいやいや、もう全然、もうたまにチャーハンを作るぐらいですね。周富徳さん直伝の鮭レタスチャーハン、これだけ絶品でございます。トングで、鍋に入れていただいて IH コンロのスイッチをオンにして、はい、これなるあんまりかさばらない方がいいんですよね。そうですね、こう交互に交互に分散させていただいて、はい、置いていくみたいな感じです。いいですね、やってる感じしますよね。本当ですよね、もう煮込まれたこのレモンの上でさらにフードコーディネーターみたいな。さあ、そしてコンロのスイッチを入れていただきます。よいしょ、さあ、これで、ね、これで煮込んでいくわけですが、もういい音してきましたよ。はい、普通とね音が鳴ってきたと思いますが、どうですか内村さん、レモンを煮込むっていうのはなかなかできない体験かと思うんですが。いや、なかなかないですね。レモンを煮込むというそのジャムにするっていう発想がなかったですから。そうですね、はい、やっぱ水割りでねこのカットレモン突っ込むっていうやつはね、もうみんなやってると思いますけども、煮込むっていうのはね、これからのやっぱり新しい味なんじゃないでしょうかね。で12時間煮詰めていくんですが、今日はあらかじめ12時間煮込んだものをご用意しております。差し替えさせていただきます。そうです、はい、ということで12時間じっくりと煮込んでいただいたものをお持ちいたしました。内村さんに投入していただいたレモンはまた後ほど使いますので、はい、はい、君の指に触れ新しくなったキリン特製レモンサワーです。もう皮ごと、皮ごと、皮ごとすってもらって大丈夫です。もう全部、本当に全部使い切るってことですよね。はい、余すことなんですね。はい、中学高校の時はね、よくこのレモン1個丸かじりしてジョギング行ってました。はい、当時ロッキーのグレーのスウェット上下買ってね、ロッキーの気分でね、必ず
この1個丸かじりが大好きで、それで走ってましたね。昨日あのちょっと時間があったんで、マネージャーさんと2人で、都内のいろんな桜を見に、写真をね200枚ぐらい撮りました。目黒川、皆さんちゃんとしてる、皆さんあの座って飲んでる人いなかったですね。みんな理路整然とこう歩いてて綺麗でしたね。ちょうど散り際というかまだ満開で、あと千鳥ヶ淵初めて行ったんですけどね、すごいね、あそこすっげー撮った写真。うん、あと玉川沿いも行きました。はい、あれ付き合わされたマネージャー嫌だったろうなと思いますよ。お前一人で行けよっていう。おかげで今足がすっげー痛いです。本当に歩いてね、でも200枚ぐらい今年の、桜の写真、もうこれがだんだんね、こう散っていくでしょうから、ちょうどいい頃で撮れて、なんかそれは手間暇かけて歩いたなという感じです。キリン特製レモンサワーではなく、何の加工もされていない普通のレモンサワーを2つご用意いたしました。一つはそのまま飲んでいただいて、もう一つは先ほどの体験でご用意いただいたレモンを入れて、キリン特製の作り方を再現してから飲んでいただきます。このだからやり方だと、うん、ご家庭でもできるってことですよね。まあちょっと12時間煮込むのがなんですけども、なかなか無理かなって。一人晩を入れなきゃいけない。そうです、昼夜晩をしているものがいない、はい、ずっとこうかけなきゃいけないから、はい、なかなか難しいと思うんですが、はい、じゃあまずは普通にそのままの状態で普通のレモンサワーを一口お飲みください、はい、ああ、いや、うまいですよ。うまいですよこれ、はいはい、普通のレモン、普通本当にレモンサワーです、はい、レモンサワー、はい、では新しくなったキリン特製レモンサワーの作り方を再現して飲んでいただきましょう、はいはい、さあまずは先ほど煮込んでいただいた鍋の中に入ったエキスをスプーンですくって入れてください。このエキスですね。そうです、トロトロの。そうなんです。すごい、こう若干見た目甘そうに見えるんですけどね。これ2杯ですか。はい、もう1杯ですね。お好みで、はい、お好みでいいんですか。はい、ちょっと待って、こんなもんだろう。うわ、いい色。わ、すごい色ですね。本当ですね、煮込まれたエキスが今入りました、はい、もううまそうじゃん、もうな。まだまだこれだけではありません。ご自身ですりおろしていただきました、はいはい、もトングで入れていただきましょう。これどん、もうこれも加減ですかね。すごいな、これ入れるんですか。はい、皮のまんま、このまま入れていただきます。うわ、今日金魚に餌やってきたから。やってきました。出かける前で8時半ぐらいでつって、元気ですよ。よし、さあではそれをマドラーで、はい、くるっと少し混ぜて、なんか大人ってか、なんか大人って感じですね。いつも輪切りのレモン突っ込むだけですからね。はあ、見てほら、これなんか下のちょっとかまってる感じがね、色合いがいいですね。そうですよね。じゃあお飲みいただきましょう。うわ、じゃあすいませんね、なんか朝っぱらから。じゃあちょっといただきます。抜群にうまいっす。カーッとガーッとくるしね、酸っぱさがもうガツンとくるし、これ効くわ。これでもこれからあったかくなってくると余計欲しますね、体が。この柑橘系と、そしてこの酔いたくなるっていう感じ。これ飲んじゃうな。うわー、これ美味しい。ありがとうございます。田山さん、内村さんにすごく満足いただけたようですね。もう本当に美味しそうに、すりおろしが効いてますね。あ、はい、これが効いてます、本当に。それでは新キリン特製レモンサワー、キリン特製が生んだ絶品の美味しさに乾杯。これ効くわ。この後一滴なんですけど大丈夫ですかね。日本撮りなんですけど頑張ります。マジ美味しいです。ありがとうございます。あれ入れたい、あれレモン入れて。
吸ったやつ入れたいですこれ。はい。時が止まった硬い氷は溶け体中を染め新しくなったキリン特製レモンサワーです。一生懸命やった後のね、この一杯っていうのは本当に美味しいんだと思いますね。はい。